それは英語を言うなら武田塾 English コメント返しかいい、はい、武田塾 English チャンネルでは毎月1回コメント返ししておりますので、もし、ね、僕たちに質問がある方はこの動画のコメント欄にコメントしていてください、はい、では早速質問に答えていきたいと思います、はい、10年ぶりにトイックを受けようと思います。前回は700点以上取得できましたが忘れているし難易度が上がっていると思うので、傾向や難易度の違いをつかむなら公式問題集がベストでしょうか、うん、ということですね。10年前に受けて700、まあそうですね、まあ、公式問題集、うん、まあ、やってみてもいいかなと思いますけど、難しく感じるかもしれないですね。でさらに本番はもっと難しく感じると思いますんで、まあ、大変は大変かなとちょっと思いますけどね、はい、まあ、傾向や難易度をつかむぐらいだったら一旦ね解いてみてっていう感じですか、はい、まあ、あとは金のパッケージ出ましたんで、あ、はい、こういったパターンなんだなっていう何かしら総合対策本ですね、そういうの見てみて、こういう風な試験でこういった攻略法があるんだなっていうのを勉強するといいかもしれないですね、うん、はい、金のパッケージについてもねこちらの動画で紹介してますので見てください。では次の質問です。結局英検準1級の単語帳って EX かパスタンどっちやればいいんですかという質問ですね。まあどちらかといえば EX ですけど、大問1の語彙の問題ですね、うん、あれの対策には EX の方が適してるっていう感じですね、うん、パスタン5定番に関してはそこ以外のところですね、うん、リスニングやリーディングでも使われる単語っていうのが出ているので、まあ、その分レベルが下がるという感じです、うん、だからもう全体の対策をしたいんだっていうんだったらパスタンでもいいと思いますが、まあ、単語問題に集中して、対策したいっていうんだったら EX の方がおすすめって感じですね。はい、じゃあ次の質問が新英検の詳細について話している動画なんですけれども、それについたコメントで、得点は従来よりも取りにくくなるのは理解できたのですが、合格率が低くなるかというのは別の話ではないでしょうか、うん、ご意見お願いいたします、うん、なるほど、まあ、確かに相対評価としてみんなが下がれば合格は変わるんじゃないかっていうのはよくわかるんですけど、ただ時間配分ですよね、それがだいぶ変わってくるので、そこによってで、まあ、難しい、合格しにくくなる人も出てくるかもしれないですし、ある程度ここまで行ってないと不合格ですよみたいなのがあった場合はそこに達しないっていう可能性出てきますからね、うん、そうですね、合格率は下がると思いますね、うん、やっぱ時間制限も厳しくなりますし、ライティングのところで点数取りにくくなっちゃうんで、まあ、合格点は変わらなくても点数取りにくくなったら合格者数も減りますよね、うん、そうですね、はい、だからどの程度まで相対評価なのか分かんないんで、昔は完全なる絶対評価だったんで、うん、ここの点までいかなきゃ合格できないだったんで、だから合格何人とかも決まってないですからね、うん、英検って別に何人落としてもいいので売りにくくなると思いますけど、うん、何人合格させますとかああいうやつじゃないので、そうですね、はい、難しいと思いますけどね、はい、では次の質問です、現在英検2級を取りたい、高校2年生です。ターゲット1900を使っているのですが、よく考えれば中学英語も危ういです、うん、もっと基礎的な中学レベルの単語帳を一度挟むべきですかということですね、はい、どの程度知らないかですよね、本当にね、やってみてもう全然ターゲットやってもわからんってなってしまったら、うん、その場合は、もう一個下のレベルの参考書からやった方がいいと思いますね。だからリーディングとリスニングのセクションでどれぐらい取れるかですよね、うんうん、はい、そこでもう知らない単語が基礎的な単語で知らないのが出過ぎてしまってもう読めないとかってなるんだったら、はいはい、絶対あの1個下のレベルの参考書を挟むべきかなと思いますね、うんうん、じゃあ次の質問です、1級に受かるスピーキング力ってバーさんとで言うとどれくらいですかねということですね。あのこれだけ調べてきました。お、はい、そうですね、一応バーさんとの公式の、はい、換算スコア、まあ、一般的にこれが換算ですよみたいな、こう調べると出てくるんですけど、はいはい、スコアが英検1級の方だと69点から78点でも80点満点なんですよ、うんうんうん、ただ実際はですねそんな点数絶対取れないと思いました。あ、なるほど、まあ、正直多分60点も取れない方が大半なんじゃないかなという印象ですね、うんうんうん、かなりバーサントでスコア出すの難しいので、うんうんうん、はい、まあ、正直で点数的にもあの58点以上あの取れていれば、うん、もうがっつり仕事で使えるぐらいの英語力になっているかなと思いますので、うん、その英検1級を取れたとしても、うん、スピーキングが苦手だっていう方だと、うん、正直58にもいかないんじゃないかなっていうイメージもありました、うん、なので69から78の換算は高すぎかなと思いますね、うん、まあ、現実的には60前後とかになるんじゃないかなという印象ですね、うん、まあ、英検1級に受かった方バーさんと受けていたら点数をコメント欄で教えてください。そうですね、はい、ぜひとも教えてください、はい、という感じで、いろいろな質問に答えてきたんですけれども、僕たちねリアルタイムであの質問することができる生配信も、はい、あの月に1回やっておりますので、うん、チャンネル登録を忘れずにしていただいて、通知ボタンとかね設定しておいてもらえると生配信の通知も来るようになるので、そちらも忘れずにお願いします。ということで今回は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。